準備できたけど、ここまでで2分ぐらいかかってる。すぐにやべ。これね、冷凍食品で業務店に売ってありました。クレープの皮。今度もね、業務店に売ってありますよ。こうホイップクリームね。はい、ちょっと作ります。YouTube でちょっとね、一応作り方少し見たんですよね。いきます。なんかこうして、わ、なんだこれ。こうして、なんかこんな感じだった。こうして、何？バナナ？バナナを、お？こう？こうかな？え？どうする？こう？あ、そっか、ここでバナナが見えないといけないと思って。どうしたらいいんじゃない？こうやってこう。あ、こんな感じにされるだろ。コンパクトによし、で、こうしてえいちご、あ、ちょっとおかしいな、これふっえこれいいや、こうしてこうか、いや、こう、こうしよう、こうしてごぼうか、こう感じかな。こうして、こうして、じゃじゃーん、バニラアイスクリームで、こう感じ。で、ここにナスをこうして、こう？え、どう？こういう感じ？見てみる？シュガーパウダー？困った時のシュガーパウダー。これをこうかけて、あ、ちょ、あ、これウエハースかけた。何？ひっくり返そう。ああ、こういう感じ？こうか。こうしよう。で、自家製のミントを、あ、あ、これいちごは後から乗せた方が良さそう。やり直し、これこういう感じ。おお、できました。なんかいい感じにできてる。よし、できました。じゃーん、こ、あ、ちょっと見づらいな、これ。あれ？こんな感じ？これ初めてにしてはなかなかこういい感じにできてますよ、これ。よし、じゃあいただきます。あ、これスプーンやった。いただきます。普通にうまい。そりゃそうよね、美味しいよね、これ。これクレープの中にチョコ入れようかと思ったけど、これ入れんで正解かも、これ。それはうまいやろ。うまっ。ウェハース久しぶり食べた。美味しい。このね、業務店に売ってあったこのクレープの皮、もうこれ全然これで OK。 全然おいしい。うん、うまっ。よし、もう今日から出そう、これ。結局なんかあれですよね、こう、これスイーツ系がやっぱインスタ映えとかね、 Facebook に上げるときもなんか映えますよね、やっぱね。うん、何分かかったんだろう、これ作るのに。でも5分はちょっと無理やったけど、でも
割とすごい短時間でできるので、これ一人でバーやってる人なんか結構出せるんじゃないですかね。これなるほど、ウエハースいるな。もうないこれ。これいくらに、ね、値段いくら、これいくらぐらいにすればいいんだろう。780円とかそのくらい。あっという間なくなる。美味しかった。というわけで今日から出してみます、クレープ。もうちょっとこう向き変えたりしよう、いろいろクレープの向き変えたり。いやでも美味しかった。ではこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。